誠にぶしつけながら、あなた方のような見目麗しき女性たちと抱擁となれましたら幸い。いっそ滅ぼしてやろうが、こんな世界。こんにちは、イリーヌさん。本日もご機嫌麗しゅう。お誕生日おめでとうございます、イリーヌさん。キモン。アド、おはよう。愛らしい。あなたもまさに天使。エリーナさん、妙齢の女性が男性の部屋に飛び込んでくるとは何たることですか。ほう、回想主を討伐ときたか。アードさんがスクリプトマジックを教えてくれたおかげです。スクリプトマジック、いや違いますよ。すっごくマジで頑張って倒した死ぬとこだった、やばかったという話です。いや大変でした。いやなかなかにいい一日であった。ではそろそろ下校の時間だ。貴様は待て。話を聞こうか、ゆっくりとな。私もデートしたい。はい、全然 OK ですよ。むしろアード君はハーレムを作るべきだと思って。あ、ハーレムって何？ダメよ、ダメダメ。ねえ、そろそろご飯食べに行こうよ。いいお店があるんですよ、ご案内します。ジニーさん、ここは。ちょっとアード、見えない。はてさて、本日呼び立てたのは交渉を取らせるためじゃ。そなた、わらわの夫になれ。はっ。もう少しわかりやすく言った方が良いか。アドメテオールよ、そなた、わらわをはらませたくないかえ。ご乱心召されたか。ダメダメダメ、アードはアードなの。こうなったら超もハーレムの一員に。落ち着いてください。何をしに来たんですか。それはアードと仲直りした。じゃあその格好も仲直りの一環。そうよ、男の子はウェッチな服を着てお願いすれば何でも聞いてくれるって教わったのよ。いつからね。アードのお母さん、カラオマちゃんに。この子たちかなりいいわ。おっぱいのサイズもお尻の形も最高。これ終わったら声かけようかしら。やっぱダメだ、あのバイク。